これはなんだ。うまし ですか。うまし ですか。うまし です。うまし。微妙しですか。もう少し美味しいフォーを探したいですね。Yeah.
ねりんねりんねりんねりあのエリとエリの彼氏の動画風。あ、そうしよう。何言ってたっけ。見てない。あ、聞こえへんかった音は。今日はベトナムで、エリくん、エリくんじゃない、ミユくんに、あ、やばい、浮気バレる。ミユくんにサプライズをしました。ベトナム、インベトナム。何したって、あ、サプライズ。うん。何？あの、ミユに。充電が2人ともなくて、15% と 10% で耐えてるんですけど、2台目の携帯があるということに気づきまして、タクシー運転手もまさかの携帯バッテリーで、入ってない感じだけど、入れたらいいんじゃん。入れるか。ただこのホテルから離れたら、いけるか。いけるいける。とりあえずいける。めっちゃ美味しいこれ。年の時に変な気持ちなのに自分がこっちに
破格の顔出しすぎて。もらい。どうしよう、誰かにもらえた。エリカ、アンにもよれた。タカチにもよれたことある。もう彼氏みたいやもん。こんなんだって、こんなん女の友達あんま知らんやん、こんなん。確かにな。止まらへんやん。